林です。はい、今日もやっていきましょう。シマンドル、31ページです。31ページは5ポジションでしたね。5ポジションはどんなポジションか一応確認します。5ポジションというのは4ポジション、ネックで取る4ポジションよりも半音上のポジションです。なので、4ポジションまではね、親指ネックに当たっていたからとっても取りやすいポジションだったんですけども、半音上になると親指が横にずれます。横にちょっと滑ります。滑り落ちたところのとっても微妙なところにあります。なので親指をサポートとして取るのではなくて、あくまで左の芝の上に重さがかかっているように、極端に言うとね、こうやって押さえるときに親指なしだって一応押さえられるんですよ。前にちょっと倒れてればね、特にね。これが延長でこういくつもりで親指浮いてるの分かります？ね、いけるでしょ、一応こんな感じ。こっちに重さがかかるような感じで、頑張っていきましょう。5も5ポジションも5ハーフポジションもやりづらいです。まあ頑張りましょう。はい、では1番ですね。丁寧にやっていきましょう。 F か、OK、いきます。1、2、3。この機会にちょっと覚えましょうという感じですね。じゃあ上の段の右から2小節手前、シドレミからいきます。いきます、せーの。あくまで5ポジション取ったら本当良くないんだけど、1外しちゃう時もそういう人もいます。指はつけているんだけど、つけてると範囲が、私なんかの場合は狭くなっちゃうんですね。で、人によってね、音程取った後でですね、後で極端に言うとこういうという人もいます。音程を変えるときにはちゃんと一回1で音程を測って確実に取ってから、ビブラ
ラートのためにあげる人もいますので、まあ、参考にしてください。ダメとは言わないって感じですね。はい、今何番やったの ?2番。はい、では3番やってみましょう。シラシドシドシドレド。はい、ちょっとやってみましょう。これ弓順の練習でもあるのかな。いきましょう。シラシ、これぐらいからいきます。1、2、3、4。私がやりづらいと思って苦しいの見えますでしょ。戻るとき、特に戻るとき、下の段の2小節目は私とても苦しいです。普通はここね、1で取るんですよね。簡単そうに見えるでしょ。だけどこれは練習なので2で取ってくれって書いてあります。3と2分の1この1と2の指、人差し指、中指で、この時点、こんな形です。こんな形の人差し指、こっから1をつけたまんま、ここの平行、2つの指をつけたまんまふってやる感じ。本当悪い。3と2分の1。ダンカー。あとはそんなに大変じゃないけど、このただでさえねじれるような場所でこういうことが起きるととってもやりづらいので、やりづらいの分かりましたでしょ、こういう風な時に2で取っちゃう癖がある人が多いので、まあ、気をつけましょうということです。2で取ってもいいんですよ。いいんだけど、その後音程大体悪くなりますので参考にしてください。はい、では4番でいきましょう。これは D 線で上がってくださいっていう練習ですね。やってみましょう。レミファミレミファソラソファ、そうだ、やってみましょう。リピート、どうしようかなって考えよう。せーの。